我々は過去に死んでいった者とも絆を感じることができるとでその過去との絆を大事にしながらですね将来に向けて歩んでいくとこれが保守主義の国家の核心なんですけど。 私です今日もですね、ちょっと出張しておりまして、ホワイトボードがない状態でですね、お話しさせていただければと思います。ちょっと今日はですね、プリントアウトできなかったので、コンピューターを見ながらですね、お話しさせていただきます。で、今日取り上げてみたい問題はですね、今国民民主党と維新の間でですね、非常に揉めているという問題についてです。果たしてこの原因って誰にあるのということをですね、まあ今日率直に考えてみたいというふうに思います。まずですね、 朝日新聞、産経新聞、両方記事ありましたまずじゃあ産経新聞から読んでみましょうか。え国民、総合推薦破棄へ、党内の路線対立、顕在化。国民民主党は28日、日本維新の会と結んだ夏の参院選の一部選挙区における総合推薦を破棄する方針を固めた。複数の幹部が明らかにした。5月2日の党会合で対応を正式決定する。維新も同様の認識を示した。 総合推薦の合意文書をめぐり、国民民主内に政権交代を実現といった記述に関して、異論が噴出し、再協議していたが、維新が修正に応じない構えを崩さず、合意は白紙に戻った。国民民主党の玉木雄一郎代表は、28日、記者団にどこと政権を目指すかについては、党内手続きをして決めていない。党内手続きを経ていないものを組織の決定にはできないと強調した。 で、じゃあ具体的にどこだったのかという話なんですけどね。えー、国民民主党と日本維新の会がですね、えー、まあお互いに推薦しようというふうに決めたのは、参院選、京都選挙区と静岡選挙区で、これ両方ですね、改選数が2のところです。改選数が2ってことは2人受かるっていうことですね。ですからまあ片っぽ自民が受かるとしたならですね、もう一人誰が受かるのかっていうのが問題になってくるわけです。で、えー、身を切る改革のお実行。 政権交代の実現を柱とした合意文書を締結した。維新側は、馬場共同代表と、藤田文武幹事長、国民民主側は、前原政治代表代行、新馬幹事長が文書に署名した。ところが、国民民主は党内で、身を切る改革の実行と政権交代の実現が合意文書に盛り込まれていることが共有されておらず、維新に再協議を要請していた。 前原、新馬両氏は、えー、連携パートナーとして維新を重視している。一方、玉木氏はガソリン税の一部を減税するトリガー条項の凍結解除実現をはじめ、与党との関係強化に傾いており、参院選後の国民民主が連立入りするとの観測は耐えない。前原、新馬両氏は、えー、異論が噴出することを覚悟で維新との協議を進めていたと見られ、党内の路線対立が顕在化していた。 一方、国民民主に不満を隠せないのが維新だ。藤田氏は28日の記者会見で、玉木氏が白紙にするということで、最後通帳だと受け継らせていただいたと、総合推薦を解消する考えを示し、松井一郎代表の了承を得たと説明したと。 これが、まあ、ニュースなんですね。で、ポイントになってくるのはですね、まずですね、ここね、京都と静岡だっていうところがね、ここにですね、一人ですね、実は海外のキーパーソンがいるんですよ。で、本当の原因は誰というふうに言ったらその人なんですね。で、その人誰かと言ったらですね、福山哲郎さんなんですよね。で、あの、立憲民主党の福山哲郎さん。なんでかと言ったらですね、で、前回の参院選挙の時にですね、えー、京都では、 前原さんの秘書を務めていた斎藤アレックスさんという方が、まあ、出ることは決まってたわけですね。そこから。ところがですね、そこに、福山さんがですね、違うね、人を立てようということで、この時にね、立てたのがね、LGBT のことを抗言している会社の社長で、増山さんと確か言いましたけれども、その方をですね、立てちゃったんですね。ちょっとごめんなさいね。 えごめんなさい。マ原ハ子さんですね。で、この方をですね。 え、マスハラさんという方を立てるということをね、後から強引に割り込んできたわけですよ。要するに、国民民主として、アレックス、サイトアレックスさんという人を立てるということで、まあもう準備進めてたんですね。それなのに、要するに殴り込みをかけて、マスハラさんという方をですね、こう入れろと。え、この方ですね、勝間和代さんという方、いらっしゃいますよね。有名なコンサルタントなんですかね、経済の方だと思いますけれども、この方と、そういう パーートナーシップを関係にあるという方で、当時注目されてたわけですねでその方をですね、これを立候補させるんだと。まあ、立候補させること自体はね、別に悪いことでも何でもないんですけれども、ただ手続きをね、すっ飛ばして強行にね、ここでやったわけですよ。で、これで、まず前原さんは怒ったんですね。で、その次にね、 静岡にもね、今回京都と静岡でしょで、静岡ではですね、えー、これもう、このまさに新馬さんかな出るという決まってたのに、そこに立憲民主党はですね、徳川さんっていう徳川家のですね、あの何か、えー、松江をね、えー、擁立して、なんで徳川の松江が立憲民主じゃないんだというふうに私なんか思いましたけれどもね、えー、そんな権威主義なのかとかね、いろいろ思いましたけど、まあ、それはさておきね、で、それもね、 やっぱり立てて下ろさなかったわけですよ。だから、京都ではね、じゃあ、涙をね、国民が飲んだんだから、こっちはね、立憲が譲りましょうとかね。まあそういう。 なんていうのかなこっちはやってくれたなら、顔立ててくれたなら、こっちは顔立てる。無視してねで。両方でね、あの、立憲が、ああふざけるなっていうことやって、で、その当事者二人であるね、前原さんと新馬さんというのは、立憲民主党に対して大嫌いなわけですよね。簡単に言えば。で、その二人がですね、えー、要するに、えー、じゃあどうしたらいいかって言ったら、維新をね、と接近するんだということで、まあ、これ前々からですね、 まあ私の知り合いも含めてですね、いろんな政治関係者が言ってたのは、国民民主は二つに割れるかもしれないという話をしてました。というのもですね、玉木さんは、はっきりとよくわからないのはですね、与党に行こうとしてるんじゃないのという話とね、もう一つは、都民ファーストとね、こう一緒に行こうとしてると。つまり、維新じゃない方向にね、向かおうとしているんだ。だけど、前原さんは特にね、京都出身ってのもあって、京都はね、やっぱり維新強いんですよ。 その強さもあってですね、この京都、関西では維新をというので、維新路線で行くか、与党、あるいは都民ファーストですね、という系に行くかでですね、路線の対立が明らかになりつつあった。それが一気に顕在化したのが、今回の問題だった。だから、元々のね、源流をどってみるならば、まあそもそもですね、民主党が、一番最初まで言うならね、民主党が二つに割れてね、国民民主と立憲民主になってるっていうのがそもそもの対立点なんですけれども、 あの、人としてね、人間としてそのやり方はどうかっていうようなことをやったのは福山さんなんですね。あの、福山哲郎さんがそういうことをやったせいで、要するに、もう前原さんも怒り、で、新葉さんも怒りということで、もうこの二人としては後に引けないということで、立憲とは一緒にやりたくないと。で、そういった、もちろん政治思想の問題もあるでしょう。で、そこにですね、やっぱり維新という勢力が来て、一緒にやっていこうじゃないかと。 いうふうになったわけです。ですから、もともとの原理を頼むと、この福山さんが問題があったとで。もう一つ、朝日新聞の方ですね、まずちょっとあの読む前にですね、私の意見として言っとくとね、党内で合意をできないものをですね、政党の合意としてね、書いてしまったというのはね、 これは前原さんにも責任があると思います。で、前原さんってね、考えてみると希望の党の時もね、えー、こう合流する時にごたごたをやりましたよね。つまりね、党内をね、まとめるっていう能力がね、あの政治家として乏しいのではないかということが今回露呈したんじゃないかと私には見えますね。要するにですね、あの、 まあね、悪く言えばですよ。まあ、本人の、その外交路線とかですね、私は、そのなんていうか、立憲民主党のね、福山さんだとか、枝野さんだとかよりずっとまともな政治家だと思うんですよ。外交路線でそんな変なこと言わないから。だけどね、その、党内の合意をまとめずに、その場、その場でですね、なんか、かっこいいこと言っちゃうっていう、 癖があるんじゃないかと思うんですよね。つまり、まあ、その場のいいかっこしいっていうのかな。つまり、ここの場でもうサインか書いてね。で、やっちゃおうというふうにやって、あの、なんとかなるだろうというね。なんていうのかな。なんとかなるだろうっていう世界ではいかないのがね。やっぱ政治の世界でしてね。でやっぱりこれは、できる限りのところにですね、配慮しておくというのは当然のことなんですけれども、その根回しというかですね、それが全くできてないで、いきなり言われたから、 寝耳ああ、ね、に水という形でですね、いつかね、なんかや,やるかもしれないと思ってたけど、党内のね、合意も経ずにね、政権交代するだとかね、え何なんだとああ、ね、身を切る改革とか言って何なんだというようなね、ことを、まあ、 前原さんは国民民主の執行部に思われたんだろうというふうに思います。そうやって考えてみるとね、今回一番だ、どなたが気の毒だったのかというと、巻き込まれて維新が一番かわいそうなだけだと私は思いますね。要するに、党内のね、ごたごたで、結局真に受けてねあ、じゃあ私もそれでやりましょうというふうにやっていたのに、関わらずですねで、相手がやりましょうと言って、じゃあいいですよと言ったら相手の方からやっぱりやめてくださいという話ですからねで。これはね、やっぱりね、ちょっとひどかったんじゃないかと。 というふうに思わずにはいられないですね。ちょっと、こっちの朝日の方を読んでみましょうか。国民民主と維新、選挙協力、合意を破棄の方向、参院選の一部選挙区と。えー、だいたい似たこと書いてありますけど、ちょっと違うところを読んでみたいと思いますけれども、例えば、維新の藤田幹事長、大変残念だ。合意を白紙に戻して我が党だけで戦うスタートを切ると。松井代表、破棄なら破棄でいいと。 で、これは、しかもですね、やっぱり選挙協力で合意した参院選の京都、静岡、両選挙区で、しっかりと探すと、候補者をね、探すんだと。で、まあこれしっかりとっていうのは維新を推薦することになったわけですから、静岡に対して維新が立てるということでしょうね。ですから、まあ、これでですね、結局何が問題になったかというと、 えー、維新が掲げる企業団体の禁止など、身を切る改革、政権交代を実現して日本再生のために尽力するなどの、えー、ことも合わせて文書でですね、えー、これ盛り込んだと。で、これが党内手続きを経ていないと。で、さらにですね、 やっぱり問題ってなってきてるのは、支持団体の連合のあり方なんですよね。で、連合は維新に対して距離を取ってるわけです。なんでかって言ったら、連合の中に、連合って組合ですからね、基本的にはね。で、組合の中にはいろんな組合あるわけです、ね。日教祖とか、自治労とかいろんな組合ありますよね。で、その距離感っていろいろあるわけですよね。で、そういったことの中においてね、ま,あ、まともな組合もいれば、 いや、まあ、はっきり私に言わせると、元々じゃない組合もあるわけですよね。まあ、最たるもの日教組だと思うけれども。でまあ、そういった人たちとの、ね、距離の取り方っていうのが国民民主はまだできてないと。で、維新の中で、維新のことを嫌っている人たちもいるということで、まあ、ここの距離の取り方が難しいのに、連合の基盤を失っちゃったら他の選挙区で困るじゃないかと。まあ、こういうこともあるわけですね。だから非常に難しいというところだったんだろうというふうに思います。 で、まあ、これに対してですね、まあ、維新幹部はですね、なかなか恐ろしいこと言ってますよ。全面戦争になるかもしれないと。プーチンみたいなこと言ってますけれどもね。やっぱり、あの、これでもね、やっぱ、ここでね、維新が、はい、そうですかと引くわけにはいかないのは、私は、その維新の立場として見れば当然ではないかなという気がしますね。やっぱりこの前原さんたちのやり方が、やっぱり党内手続きのやり方はですね、強引にまとめたならいいと思うんだけれども、 まとめる前に話を出しちゃったですから、強引ですらなくてですね、もうそれは、あの、ダメでしょうと、ルール違反でしょうというふうに言われる話になっちゃうから、これはね、私は前原さんの責任っていうのは、これ免れないだろうというふうに考えます。ちょっと、その点についても読んでみたいと思いますけどね。まあ、前からこの問題ってちょっとくすぶってるんですよね。 まあ、ニュース、ポストセブンというところではですね、国民民主党前原誠治氏の暴走で参院選混迷、なんていうですね、ことが書かれていますね。これは、まあ、この通りだろうというふうに思うんですけれども、ここで何を言ってるかと言ったらですね、 今、党内で混乱を極める国民民主党。その裏には党運営をめぐる玉木氏と代表代行の前原政治氏との路線対立があった。今申し上げたことなんですよ。で、これがやっぱりですね、あの、非常に大きな問題になっていると。で、も,もうちょっと具体的に書いてありますから、読んでみましょうか。4月20日、今回の参院選に向けて、国民民主党が日本維新の会と交わした、この2つの選挙区においてはですね、 新しい国の形の創造的改革の推進に関する基本法案を国会に共同で提出し、政権交代を実現して日本再生のために尽力すると。非自民、非共産の政権交代を目指すと。えー、日本維新の会との連立構想というのに深く踏み込んでる内容。まあ、これ確かに深いですよね。だって、あの、非自民というのは明らかに言ってるわけですからね。えー、それに対してですね、 まあ、ここでも書かれてますが、大阪都構想に対してですね、維新と敵対してきた自治郎ですね。自治郎っていうのがありますけど、これ、まあ、公務員のね、この組合でして、まあ、基本的に多くの組合、この自治郎入ってるんですけど、その人たちが、じゃあ合礼一家で全員動くかってのは、そうとも限らないところが、この自治郎とか組合の面白いところで、公務員だからって、その保守派の人結構いっぱいいますからね。 そういう人も形の上だけ入ってますっていう人が多いんでね。実態として何人ぐらいあるのかってこれ難しいですけど。でも参院選でそれなりの力を出しますよね。で、これに対してですね、あの、最大の組織、支援団体の連合に速報を向かれれば玉木氏の求心力というかは避けられないということで。 このね、かわいそうなのは維新の方の馬場さんですね。合意文書は前原さんが用意したものなのですから、再協議と言われても、ある程度党の基本理念や方向性は一致しなければならない。選挙目当ての野党は受け入れられません。つまり、前原さんが持ってきた文書にね、こっちの維新が持ってったものに対して、あの、前原さんがね、なんか口車に乗せられてね、なんかこう、騙された形になって、後からおいおいちょっとそれやりすぎだったから、ちょっともうちょっと文書訂正してくれよ、と。言うなら、話はわからなくもないけど、 そうじゃなくて、前原さんが持ってきた文書に、こちらははいはいと言ってるのに、ちょっと待って、あの文書おかしいって、そんなもの持ってくる方がおかしいだろう、最初からっていう話でね。もうこれは、どう考えてみても、維新の方がですね、筋が通っているだろうというふうに思います。今、国民民主が困ってるのはですね、本来なら前原新葉両氏にはですね、登記違反が問われかねないと。ただし、厳しい処分を求めてもいいんだけど、 あの、離党されても困ると。つまりま、前原さんという大物のね、それ野党の中で大物政治家ですよね、大臣も務めたことがあってですね。で、この方をですね、離党させたら、それはそれで困っちゃうということで、どうしたらいいのかと。まあ、本当に混迷極まってるという感じなんですね。でもこれ、あの、本当になんていうのかな、情けないですよね。で、この、なんていうのかな、うん。 やっぱ、はっきりね、あの、玉木さんも、やっぱりもうそろそろですね、玉虫色ってのやめた方がよろしいというふうに思います。要するに、一体どういう政党なのかと、国民に寄り添う政党だとああいう言い方をしてますね。でもね、この言い方っていうのはですね、まあ私はね、嘘言ってるつもりないと思うんですよ。例えばトリガー条項とかでガソリンの価格の問題とかあると。国民に寄り添うと。でもですね、じゃあ逆にね、我々は国民に寄り添わない政党である。 っていう政党ってあるかって言ったらね、それないわけで、寄り添い方が違うだけなんですよね。だから、具体的にはね、どういう政権構想を示すのかということを示しきれなかった、玉木さんにもやっぱり問題があるんだと思います。つまり、もう自民党との連立で行くんだと。言うんだったら、それ、それはそれで示すべきだし。で、そうじゃないと。我々はあくまで野党なんだと。いうことで行くのか。それともですね、維新と組んで、もう政権交代までやるんだと。 いうことやるのかそれともはたまたですね、また立憲民主党と一緒にやるんだっていう人たちがどれだけ国民民主にいるのかこれわかりませんけれどもね。だからそういったもう、党内がもう渋後列してるような状態の中で、前原さんが暴走してしまったというのが今回の結論だろうと思います。でも結果は、結果は最低ですよね。その、おそらく、その国民民主としてみるならね。だって、 維新は静岡で建ててくるわけでしょで、京都はもう譲るわけでしょだからど,うどういうふうになるのと、国民民主今更もう建てるわけにもいかんのでしょとういうふうになってくるとですね、なんかもう本当にこの人たちって一体何なんだろうと。まあ、これ一番ニコニコ笑ってるのは自民党じゃないですかねだから。まあ、あの、一説に言われてるのはですね、私のところにも、あの、噂としてね、入ってきたのは、これはね、あの、玉木さんのところに自民党からね、圧力がかかったんだと。 要するに、こんな維新のことを調子に乗らせるんじゃないと、前原と維新を調子に乗らせるんじゃないと、いうね、ことがあったとも聞いてますけどね。真相はわかりませんけれども、でもそういう情報もありました。わかりません。で、これに対して、維新側の藤田幹事長はですね、こうやって言ってます。え、まぁ、先ほどのことは全部カットして参りますけれども、え、玉木氏がですね、この維新との再協議を、この示した手続きを経たものではないという話ですけども、 えー、藤田氏は会見の冒頭、玉木氏は合意文書の破棄、白紙にするとの先方の記者さんたちにベラベラと喋っていると。私自身と新橋は合意文書をまとめたい思いはありました。だが、玉木氏が合意文書の白紙開発言に関し、これは先方の最後通告だと受け取らせていただきまして、こちらも白紙にしました。えー、玉木氏が維新と合意文書に反発した背景には、参院後に与党入りすることが刺されかかれており、自民党に配慮したものだと見られている。藤田氏は、 玉木代表は結構自民党さんといろいろな交渉をされていて、えー、近々で話されている。えー、私は玉木さんが自民党さん、連合さんにどやされたと認識しています。 要は、自民党さんとのディールと、我々の信頼関係のどちらかを取るということで、自民党を取られて、うちらをぶっ壊した。非常に残念です。と語った。まあ、率直なものを言いだと思いますね。藤田さんというのは、まあ、非常に率直な方で、まだ若い政治家ですけれども、将来有望な政治家ですよね。維新の中では、非常に有望な政治家だと思いますけれども、まあ、そういう方からしてもですね、怒りを隠しきれないというような発言だろうと思います。 ご本人がですね、ツイッターの中で一番怒ってるということはですね、何について怒っているかっていうのも言ってます。私が最も怒りを覚えるのは、どの党とも政策重視での連携と明言してきた玉木代表が、政策合意なしに、えー、選挙協力だけにすべきと主張し、いきなりは,ごはしごを外したこと。だと。つまり、たしきさん、確かに玉木さんは言ってたのはですね、どの党と組むってことよりも政策が一致するっていうことが大事なんだと。 だから政策を一致しているところでやっていけばいいと。だけど、今回の静岡と、それから京都の問題に関しては、政策の一致よりも、選挙協力だけやっちゃえと言ってると。それは今までの民主党とかと、立憲民主党のやり方と同じじゃないかと。つまり言ってること,とやってること,と、玉木さん違うんじゃないのということで批判でしてね。で、この批判にはやっぱり玉木さんは誠実に答えるべきだというふうに私は思います。やっぱりじゃあ、あなたも結局、 選挙の通り当略のためだったら政策なんかどうでもいいんだと。日本のね、自衛隊は意見だって言ってる政党とね、一緒になってね、選挙戦っても構わないと考えるね、立憲民主党のようなですね、本当にね、国民を馬鹿にしたような、ああいうやり方をですね、やっぱり踏襲するんですかと。まあこういうことが問われるわけですよね。だからまあ本当に今回の問題っていうのは、私は、 な野党の教育、この、なんていうか、統一がですね、根深い問題になってるね。元々の原点は何かっていうふうに考えるとですね、やっぱりこれね、安全保障の問題なんですよ。で、安全保障の問題で、結局共産党と立憲民主党っていうのはもう、泥船みたいな状態になっている。じゃあその泥船じゃないような状態にある維新とね、じゃあ、今度、国民はね、結べるのかと。 いうふうに言ったら、今度は連合の問題とかがあって、その国民民主を支える中にも、やっぱり維新よりはね、立憲の方がいいよという人たちがいてですね、結局ね、先日見てみるとね、一び共産党とですね、民進党ですかね、の時に選挙とか、そういったものでね、まず、え、安倍政権における集団的自衛権がね、限定的な公使容認が間違っておるというふうに、ま、簡単に言えば左に舵を切った。 で、その左に舵を切ったとき、大喜びしてそれにね、抱きついたのが共産党だったわけです。で、イケイケどんどんということで、立憲、あの、今立憲に民主党に至るような人たちがですね、左路線を強めていった。その中で反発する人たちもいたんだけど、やっぱりそっちの路線の方が強くてですね、で、なんかそれに引きずられている。で、日本維新の会っていうのもあるけれども、まだまだですね、全国的にそんなに強くない。じゃあ全国的に強いところとなんとか野党でね、共闘いろいろしようと,しようとすると、 邪魔するのがですね、出てきて、で、そういう人たちというのは結局、安全保障官において問題があるということなんだろうと思いますね。で私はやっぱりまあ、これはですね、国民民主党とってもね、やはり、この人たちは元民主ということで、反省が足りないと。 いうふうに思いますね。国民民主。まだ民主という名前にね、こだわるのか。自由民主にしたんだらまだね、いいだろうという気がしますけれどもね。国民民主でもまだまだダメなんだなというふうに私は思います。ですからね。 ま、本当の意味でね、日本がまともな二大政党制を迎えるとするならばね、自民の一部と維新がくっついてですね、割れるような形の二大政党制にならないと無理だと思いますね。要するにね、立憲とか共産とかね、こううノイジーマイノリティに覆わされるね、政党があると、この人たちには絶対に政権運営はできませんから、安全保障の問題でまともな政策を立てることができない人たちですからね、そういう人たちに国任せるわけにいかない。 そうすると結果としてはね、ずっと自民の一強というものが続き続けるということになるんだろうと。まあ今回ですね、おそらく日本維新の会もですね、相当反省されたんじゃないですかね。なんだといくら口先でね、その自民党ね倒して、非自民、非共産党のね、この政権交代を成し遂げるってね、ちゃんとね、言ってると。 だとするならばね、志を同じくするんだから、選挙でも協力しようって。もう手続き踏んでますよ、そこまで言えばね。ところが、その手続きは、党内手続きをぶっ飛ばしてたということになってくると、要するに、非自民、非共産党の政権交代について国民民主は、明確に賛成って言えない政党だということですよね。そうやって考えると、そういう政党と組んでも仕方ないや、というふうに考える維新の判断は私は間違ってないというふうに思いますね。で、 自民党の方に舵を切りたいんだというふうに玉木さんが言うなら、それはそれでね、私はね、別に全く間違ってるとは思わない。 だけど、そういうことをね、きちんと言わないと、やっぱり。何も言わないでね、お口チャックみたいな感じでね、なんか黙っててね、知らないうちにね、なんかあの、え連立してたんですかみたいなのになったら、なんか今度は国民からするとですね、選挙の前にそんなことも言わずにね、騙し打ちかいみたいなね、話が、なってくるだろうと。で、やっぱりね、裏切り者のね、末路っていうのはやっぱ哀れだというふうに思いますからね、やっぱそこのところはやっぱりきちんとして国民に、 誠実にそこは向き合っていくということをやった方がいいというふうに思います。私は、あの、別にですね、政治家として、その前にですね、人間としてね、例えば玉木さんとかですね、前原さんがね、もう許しがたいとかね、思ったことないですよ。福山さんは別ですけどね。これは人間として許しがたいとしか思わないですけど。だけど、でもね、だからといってね、じゃあ政治家としてね、玉木さんもね、前原さんもね、立派で一流の政治家でね、我が国のね、将来をね、担えるのか、 というふうに考えると、ちょっと厳しいだろうと、今回のやり方を見ているとね。だからそれは残念だけれども、このやり方を続けている限りですね、政権交代っていうのは、彼らを中心の政権交代っていうのは絶対できないだろうというふうに思います。だからもう少しですね、まともな、優秀なですね、若手の政治家がですね、出てきてくれることをですね、望みたいというふうに思います。立憲民主党には何も期待してませんからね。 君はどうして総理になれないのかとかね、わけのわからないこと言ってた人いますけど、集団的自衛権の限定的行使4にもできない人にですね、総理大臣任せてたまるかとしか私には思いません。安全保障政策がまともなことを語れない人は総理になってたまるかとしか思いませんからね。 だから、きちんとした安全保障政策を持って、しかもね、党内合意とかきっちりとやった、こういう、なんていうのかな、政局もね、動かせる、こう、政策も政局もできるようなね、政治家っていうのがやっぱり野党には今望まれてるんだけれども、そういう人がいなくて、政策はいいこと言うけど、政局でとんでもないことやっちゃったとかですね、まあこうするとですね、やっぱり政治家として高く評価することは難しいのではないかというふうに考えております。 5月28日ですけれども、名古屋で講演を行います。これはですね、ウクライナの問題と日本の課題について、おそらくですね、憲法の問題について論じたいと思います。まだ空席ございますので、お早めにですね、お申し込みいただければ幸いです。最後にイソップグーアを読みたいと思います。213番、ザクロとリンゴとイバラ。ザクロ、ザクロって、あの、 食べられますね。あのザクロ。ザクロとリンゴが身の立派さを競い合った。どっちの身の方が美味しいか。言い,い争いがいよいよ熾烈になるのを近くの垣根から茨が聞きつけ、口出しするには仲間よ、争うのはやめようではないか。こっから先も紹介してよ。このように数にもあらぬものまでが優れた人たちの揉め事にシャシャリ出ようとするのである。ね。意心とですね。 国民民主がですね、なんか揉めたらですね、これ立憲民主とか共産がですね、なんかや野党同士がとかですね、なん,なんやかんやと言ったらですね、まさにこのザクロとリンゴとイバラの話をですね、思い出して、おい、お前はイバラだよと、身なんかなってないよと、あるのはトゲだけだということを教えてあげなくちゃいけないなというふうに考えております。今後もですね、この番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、 この番組を継続するに際してご支援を賜れる方は下記の振込講座よりご支援賜りますかあるいはメンバーシップにご登録のほどよろしくお願いします。